工業生産されたモルディブフィッシュ二切れ。モルディブフィッシュとは、モルディブで伝統的に生産されているマグロを乾燥させて、硬くさせた食品である。日本の鰹節に似ている。モルディブ料理やスリランカ料理、南インドに位置するラクシャディープ諸島やケララ州、タミルナード州における料理の定番食材であり、かつてはモルディブからスリランカへの主要な輸出品の一つであった。 モルディブ諸島やラクシャディープ諸島周辺のインド洋では、カツオやキハダマグロ、大西洋イト、ヒラソーダなどの栄養魚が豊富に獲れる。これらの魚はすべて、モルディブの人々の主な食料源及び収入源として、伝統的に、モルディブで加工されてきた。晴れた夜、カツオの大きな群れを捉えると、漁師は単純な竹の棒を使って、2から3時間、平均1分で、 約600から1000匹の魚を捕獲する。すべての魚は伝統的なやり方に沿って内臓を取り、皮を剥き、切る。エラと内臓の一部は捨てられる。頭と背骨を取り除き、お腹の部分を切り離す。次に、魚はアリと呼ばれる四つの縦の一辺に分割される。大きなキハダマグロの場合、これらの長い一辺は小さく切られ得る。次に、これらのマグロは、 木のような外観になるまで、煮沸、燻製、天日乾燥によって処理される。このような過程を経ることで、冷蔵をせずとも無期限の保存が可能になる。このことは、魚を保存して保管する他の方法がなかった時代には重要だった。かつては、モルディブフィッシュは、アリと呼ばれる一つの塊単位で販売されていた。これは、ちょうど削られる前の鰹節の塊のようなものである。 傷んだ部分は、塊が細かい破片に粉末化されるまで、巨大な乳鉢と乳棒で叩き砕かれた。完成品は、伝統的には、マスフニなどのモルディブ料理の風味付けに利用された。モルディブフィッシュの製造工程では、リハークルと呼ばれる、副産物が生成されるが、これは魚を茹でた後の残り物を材料とする。モルディブフィッシュは、日本で広く食されている鰹節に類似している。 日本では、江戸時代にアレフシにカビ付けをしたカレー節作りの技術が成立したが、モルディブフィッシュは、カツオ節とは異なり、製造過程でカビ付けをしない。世界で最も硬い食品とも称されるカレー節ほどではないものの、モルディブフィッシュも、また歯が立たないほど硬く、カツオ節と同じように旨みを持った食品である。また、アラビア人旅行家のイブン・マトゥータが十四世紀に、 書き残した三大陸周遊記の記録などから、モルディブでのモルディブフィッシュ作りは、日本のかつお節より先行していた可能性があり、かつお節は、中世に琉球王国が行っていた、中継貿易を通じて、かつお節製法がモルディブからまずは、南西諸島に根付き、その後日本に伝わったとする説もあるが、同時発生か電波か、ということについては、まだはっきりとわかっていない。 多くのスリランカ料理、特に野菜カレーには、風味を濃厚にしたり、風味をつけたり、タンパク質成分を加えたりするのにモルディブフィッシュが用いられている。また、スリランカ料理の定番である、ココナッツサンバルの必須成分でもある。他の料理では、味が少し感じられる程度に少量を使用され、旨味を加えている。粉末マグロは、今日では、小さなプラスチックの小包に詰められており、 すでに粉砕されている。モルディブフィッシュは多くのスリライカ料理に使用されており、密閉ジャーに無期限に保管されるシニサンバルのように、その強い風味を主成分として保持することもある。ありがとうございます。